皆さんこんにちは、サワリークラブ新茶を万歳大家チャンネルです。今日は6月14日金曜日、今時間は2時15分ぐらい前かな。これはね、ご飯食べ終わって元ブログです。ご飯はこんなのいただきました。これなんとね、揚げ豚と卵とご飯大盛り42バーツ激安価格でございます。でこれをね、この唐辛子をかけていただくと最高なんでございます。上乗なんでございます。いただきます。ございます。さてその次はずんだもんの登場で。こんにちは、ずんだもんなのだ。今日はいつもと違う道、少し遠出をしてみたのだ。ニュースになったタイと日本の関係を知る場所に行ってみたのだ。そうなんですよね、今日はね、これ珍しいとこ走ってます。これね、ラマ四世通りのスクンビット通りとの合流点、ラマ四世通りの終点であり起点ですね。その正面に見える赤い建物は、これはプラカノンの郵便局です。ポストオフィスで、これ左曲がるとアソーク、右こっち行くとオンヌットです。それで今日はですね、ここのとこずっとね、ちょっと古くなってた、ホーチミンの旅も終わっちゃって、ずっとバンコクだけの動画だったんですよね。なんかちょっとね、つまんないなと我ながら自分の作ったのを見てね思ってたんですけど、今日ね、いつも通りね、ゴロンチョ横になりながら YouTube 見てたら、ANN 朝日放送系列のニュース番組かな、タイの人は日本が大好きみたいなね、そういったね特集かなやってたんですよ。それがね、あ、ここプラカノンの交差点なんだね。こっちずっと行ったとこ、このねスクンピット通りをずっと行ったところ、隣の県です。ここはね、バンコク島なんですけど、隣の県はサムットプラカーン県、まあ日本で言えば東京の南、神奈川県みたいなとこですね。そこをさらにずっと南に行くと、そのねニュースになってた、その日本のね中古品を売っている市場、それが名前が日本のものばかりらしいんだけど、他のものも売ってるかもしれないですけどね、なんとマイアミビーチサイドって言うんですよ。そういうふうにちらっと映ってました。それでね、バンブーっていうとこかな、バンブーってあの竹じゃないですよ、町の名前で言うとバンブーっていうらしくて、あ、青になりました。プラカノンの交差点を右に曲がって、はい、スクンビット通り、タノンスクンビット行っちゃいます。あ、今日はバイクが多い ね。それでその映像を見せたらね、日本のいらなくなったもの、まあ悪く言えばね、あのガラクタそんなこと言ったら怒られるかな、そういうね服だけじゃないですよ、服もあるみたいだけど、もういろんなものが売ってるみたいんで、それ見に行こうかなと思います。それでね、バンブーって結構遠いんで、これはね万歳大家の独り言じゃなくって、万歳大家のね小旅行、そういうテーマで行きたいと思います。見えてきました、この坂を降りた右側がベストビーフというね焼肉の食べ放題屋さんです。
これをひたすらねまっすぐ行くんですよ。昔はですね、もうしばらくしたらね、あ、ここオンヌット通りです。もうしばらくしたらあ、遠いところに 見えてきましたね。オンヌットって駅があります。ここはね、まあ、信仰の町でしてね、この辺なんかもね、こっち側もそうですけどね、ロータスのこっち側、もうねタワーマンションが立っちゃってね、この BTS の最初の開業当初はこのオンヌットまでだったんですよ。それで、終点駅、バンザイオーヤのイメージではここです、オンヌット駅。地の果てみたいな感じだったけど、何のことはない、今じゃね、ここもねアパートとか賃料が高くなっちゃって、もっと次バンチャークなんだけど、それがプンナウィティ、次はウドムス、といったね、そっち側にもね日本人の、ね、方が、あ、ここソイ81、あ、ソイ81よりこっち側カシンの久しぶりです。それでね、このね BTS スクンビットラインがめちゃめちゃね延伸したんですよ。開業当初はオンヌット、それがベーリン、サムローン、そして現在の終点ケーハと延伸したのだ。このスクンビットラインだけめちゃめちゃ延伸してね、南も北も延伸しちゃってね、バンザイオーヤが最初このね BTS 乗った頃は運賃が高くてね、お客さん全然いないんですよ。だから冷房効きすぎて、ちょっと乗ったらねもうすぐお腹壊すみたいな、体冷やしちゃってね、そんな感じだったんですが、今はねお客さんでいっぱいだと、まあ、BTS に全く乗んなくなった、地下鉄しか乗んなくなったバンザイオーヤなんですが、それでねこのバンコクっていうのは結構日本のね中古そういったものを扱っているところが意外とありまして、でまたね日本の駐在さんの払い下げ品、日本帰るからもうこれ売っちゃおうなんて、ね、置いていっちゃおうでね、あ、また混んできたな、ここバンチャク、バンジャークっていう人はいるけど、このアルファベットだけ言うとバンチャクですね。ここに第三陸運局っていうのがあってね、もうちょっと先かな、このバイクの車検、今はね、モーチットの方に行っています。ラチャダからだとモーチットの方が都合がいいのでね、はい、それでねこっち側を走ります。これ日本じゃね追い越し車線だからバイクの感じじゃダメなんだ、キープレフトなんだけど、こっち側の方がねこの上のね高架橋のね日陰になってね幾分涼しいんですよ。バンザイオーヤの住まいのラチャダーのねお家から、ここはプンナウィティ駅です。ラチャダーのお家からそのバンブーの目的地マイアミベイサイド、そこまでは約30キロちょっと、バイクだと1時間ぐらいかかると、そういうわけで、先にね昼ご飯をいただいたわけでございます。それでね、知らないとこ走るからやっぱいつもよりね注意しないとね、とにかくね事故るとね本当に面倒くさいことになるので、自分の体が痛いのも大変だけど、精神的に参っちゃうとかね、必ず事故ると相手がいるわけだから、だからね何があっても事故らないで平穏無事でねお家に帰る、それまでがねミッションなんでございまして、だけどいつもより遠出してるので一層気をつけなければならないと。ここはまだウドムスクじゃないけど、ここはねスクンビット沿いの101ロイエタップヌン101スラッシュ1
そういった障子でした。はい、ここがウロムスクです。ウロムスクもね、あ、向こう側にやっぱり、タワーマンション建てちゃってるね、どんどん増やしてる。でもね、バンコクってね、今ね、空き部屋がもうめちゃめちゃ多いらしいですよ、空室が。それなのに建てちゃって、これがね、ウドムスク通りです、ウドムスク通り。それでね、なかなかね、空室が埋まらないと。だけどね、万歳大屋のね、ラチャダーの、住まいは、結構空室埋まってるみたいですね。それで、万歳大屋のね、前のお部屋の、ちょうど廊下を挟んで真ん前のお部屋なんですが、めちゃめちゃね、居付きが悪いというかね、コロッコロッコロッコロ賃借人借主さんが変わってるんですよ。でこの前すごく身長が高くてスラッとして、あ、日本人がいる。で例のね、この近くにあるラチャダのね TC タワーだったかな、そこにねコールセンターの仕事場があるんですよ。その人でも住んでるのかなと思ってね、たまたまちょっとね目があった時に、リノベーションちょうどしてたもんだから、リノベーション音うるさくてごめんなさいねって言ったらね、ひょとんとしてるんですよ。はい、ここがバンナーの交差点です。バンナーの交差点、それでね、タイランドとかって言うんですよね。実はね、もう顔は完全に日本人顔なんですよ。まあ、その辺の区別はちょっとついてきたと。ここね、日本一よくやってるね、バイテックです。ここバンナーの交差点過ぎてしばらく経ちましたが、ここがバンナー、はい、そうだ、バンナーの次がベイリンですよね。でベイリンの次がサムローン。そしたらその人はタイ人でね、ただ片言の、タイ語でうるさくして読めなさいみたいなこと言ったら、大丈夫大丈夫、その辺ではね、タイの人はすごくね優しいです。すごい若いお兄ちゃんなんだけど、だからその若いね、そこそこイケメンのお兄ちゃんもね、あっという間に、ね、いなくなっちゃってね、あれ、だ今度ね若いね男の子と女の子が、なんかお部屋見に来てたみたいで、そうぶり、その人借りてんのかな、今ちょっとリノベーションでもしてんのかな。一度やね、オフィスの、ね、方がね、そのお部屋買わないなんてね言って、そうですよね、お向かいさんですから、近いからね、ここがベイリンの駅ですね、買わないって言われてね、心ちょっとだけ動いたんですけど、ちょっとだけ動こうが大きく動こうが、元手がなければ買えないというわけでしてね。そういうわけで、このところの狂乱円安のせいで全然そんな気にはならないのだ。いつまで続く日銀の金融政策、激おこなのだ枝豆。今も元手がありません、というかもう買いません。それでね、今ねまたね本当にコロ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 変わってるんですよ、部屋ね。で両隣はね変わってないですよ、ずっと同じです。片側が中国の方で、で片側がねタイのおばあちゃんが住んでるね部屋になってるんですけど、あ、ここがベイリンの交差点なんだね。ここにベイリンって書いてある、ベイリン、あそこにもベイリン。はい、到着しました、マイアミベイサイド。なんかこっち側もね、向こう側もそうなんかな、この辺り一角がそうみたいですね。ちょっと中に入りたいと思います。ね、そんなに時間かからなかったかな。BTS のね
最終なんだけど、そこからだとね、まあ、タクシーかねモーターサイでそんなに遠くないっていうな感じでしたね。はい、入り口入ってみました。こんな感じですね。左側は結構お店開いてるな。右側に多いみたいね、この辺。右側行ってみんな、そうだね、あ、右側そうだね、ずらっと、はい、ここがロータリーになってます。あ、こっち側行ってみようか。あ、この辺になってくると何もないな。あ、結構お店開いてる、しかしもうやめちゃってるね。アマグロがあるね。あ、これは古着屋さんだね、この右側はね。この一角だけだね、この一角だけってな感じですね。あ、分かりました。だいたい全体像をつかみます。バンプナイトマーケット、お、はい、この左側が古着屋さんですね。古着屋さんね、あのなんとかって市場、あのプラカノの方から行ける、あそこはすごいですよね。はい、この左側です。左側一体全部そうです。バイク降りてちょっと中歩いてみたいと思います。ここの一帯は家具屋さんですね。でもね、結構いい値段ついてるね。これが2000バーツ、ちょっと高すぎるな。この洋服ダンス4500バーツ、日本で買ったら1000バーツでしょ。うわ、これクラビノーバー、このクラビノーバー3万バーツねえ、輸入してんだからね、その分高くなる。この普通のね、このカラーボックスいくらするんだろう。タイで買えば300バーツってどこかな、400バーツか、1000バーツ。これでもね、値段結構いろいろあるみたいね。下の方に500バーツって書いてある。お仏壇6000バーツ。ここはいわゆる瀬戸物とかっていうね、食器ですね。もうずらりと並んでます。ここはぬいぐるみコーナーですね。日本から送られてきてるから、なんちゃってはないのかもしれないけど、どうでしょう。はい、マイアミベイサイド、お店の中ちょっと歩いてきました。まあね、あの日本でね不要になった、まあ、中古品とかね、食器が多かったかな。あと衣類と食器、あとはなんかガラクタ類みたいなね、あの工具とか、まあ、いろんなものね、あの、まあ、ぬいぐるみなんかも結構ありましたね、うん、なんか日本のものをジャパンクオリティとか言ってね、あのメイドインチャイナのものでもジャパンクオリティみたいな感じなんでしょうかね。それでね、そのジャパンクオリティなんですけど、これも YouTube 見てたんですけどね、あの越境 3.0 の、 あのカズさんって人がですね、あの他のね、あの YouTuber に招かれてそこで語ってるんですよね。あの越境 3.0 の方っていうのはめちゃめちゃ中東に詳しい方でね、あの飯山あかりさんなんかもそうですよね。あんまりね、そのお話しされてる内容は存じ上げてないんだけど、そのねカズさんの方はね、今日 3.0 のね、中古輸出、中古車輸出業者をやってたと。そしたら日本からね、いろんな国の港にその中古車をね、日本の中古車をね、どんどんね、輸出していくわけですが、ある時からね、その輸出先がドバイだけになったと。ドバイの港だけになったと。
それでドバイってどんなとこなのかなって、ドバイってアラブ首長国連邦ですよね。その中の首長国国がの一つがドバイ、あとなんかいくつかその首長国があるんだそうですけど、そういったことも話してましたけど、いや勉強になりますよね。それでね、その車が全部ドバイ、ドバイ行き、ドバイ行き、いやすごい力がある、一体どんなとこなのかって言ってみたんだそうですよ。今ドバイってのは有名ですよね。そしたらね、まあ、ドバイだからあの辺りって砂漠の国ですよね。そしたらね、砂漠のね中をね、サンドバギーじゃないけど走り回る車、それで砂漠の中を車で走ろうっていうのはその一つのね遊びというか、それね砂漠の中入っても壊れない車ね、全部壊れちゃうんだよ。それで壊れないのがトヨタのランドクルーザー、ランクルってやつですよね、あれが壊れないんだって。それでその砂漠入るときね、こんな街中走ってる車みたいにタイヤの空気圧が高いとすぐ砂にはまってしまうんで、タイヤの空気圧をゆるゆるにするんだって。それでタイヤの空気をまあ、ガソリンスタンドでしょうかね、その緩める場所に行くと、そのねずらりとそのランドクルーザーだけが並んでると。でそのドバイの近くのその砂漠、そこで走れるのはなんと日本車だけだったというね、ランドクルーザー。だからねドバイの人たちのね、日本の製品ですよ、ジャパンプロダクツですよね、これに対するね信頼っていうのは極めて高い、極めて高いんだそうですよ。それでねパソコンだったりするとソニーのバイオなんだって、バンザイオーヤもバイオ使ってたことありましたけどね、今富士通なんですけどね、それは言いません。そうやって日本製品ジャパンプロダクツ、これに対するね信用も高い、まあ、もうね今では差もね縮こまっちゃって、今こうやって撮ってるこのカメラなんか中国製 GDI ですからね、全然大丈夫ですからね GDI。日本のものよりすごいんじゃないかなと思ってますよ。だからもうそういうね昔のね、まあ、もちろんすごく誇らしい話だけど、それにねおんぶに抱っこじゃダメだと、日本もこれからね頑張っていってほしいなと思うわけなんですよ。そういうことね思いながらちょっといろんなねマイアミベイサイドっていうその日本のものを売ってるそういったねお店にちょっと行ってみました。はい、それじゃね今日はこれはもうこの上はねそこか、そこの駅がねブレクサーかな、高層ビルというかタワーマンション建っちゃってますよね。そういうバンコクの郊外、ここはサムットプラカーン県です。ここはこの駅は京阪の駅で BTS スクンピットラインの、南の外れ、京阪って書いてあると思うけど、違うか、サイリア・ルアって書いてあるね、ということは京阪はもっとこっちかな。そういうわけでございました。今日はね今時間は3時15分、ちょっと日が陰ってきたけどまだまだねやっぱりね暑いし、持ってきた水で全部飲んじゃいました。タイでは1年を通して熱中症対策が必要なのだ。この後少しずつぼーっとしてきたのが分かったのだ。どっかのお店に入って、サムローンのねビッグシーかどっかにでも入ってちょっと体冷やしてなんかでもいいんですけど、バンカピ22、あと
知らないとこでした。ペーパーラークとかってなんか書いてあったけど、久しぶりにちょっと遠出をしました。まだね、帰りお家に着くまでこれはやっぱりね、あ、ビッグシープレイスってここにもあるね、ラチャダじゃなくて。おい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 、アレクサープレイクサーか、プレイクサー、あ、そうだ、プレイクサーってここね、バスの25番の終点ですよ。こんなになっちゃったのね。あービグシープレイスサムットプラカーンでした、ここはサムットプラカーン県ですからね。あ、プレイクサーね、ここね、はい、一番最初ね、その赤バス25番の終点乗ってきた時何もないなーってな感じの男だったけどね、今プレイクサーがねこんなにね、開けちゃったんでね、バンナーバンカピ。はい、それじゃあ今度こそ万歳大家のチャンネル、にゃんごちゃんコーナーに入りたいと思います。今日はちょっとね、遠出のバイク散歩でございました。それじゃあバイバイです。はい、帰ってきたらサビにゃんごちゃん草刈り場。何食べてんのにゃんごちゃん。はい、メオメオ。はい、これがサビニャゴちゃんです。